デレマス P の皆さん、お疲れさんです。シキニャンの中の人と誕生日が同じサカポンです。はい、今回はねシンデレラフェス、ですね、ノワール来ましたね。やっぱ我慢できんわ。もうジュエルね、ご覧の通りね、ちょっとね見てもらったら分かるんやけど、そう、もう4732個しか集まってません。10例しかできません、バリバリ。でもね、やっぱ SS レア2倍ってことでね、最低でも10連でもね、回しちゃいって気持ちが出てくるんですよね、やっぱり。ということでね、まあそんな感じでね、今日ダメ元で10連だけですね、今回の動画を聞かせていただきます。いやって言ってもね、最近ね、ちょっとね、いろんなゲームを始めてね、ちょっとデレス、ちょっと今日テンション上げ、微妙なとこなんですよ。まあね、普段はね、これ、今月入ってから全然動画上げてないですよね、いつも以上に。上げてないような気がするんやけども、実はですね、ね、私も、最近オープニングでよくやってるんですけど、ミラティブの方でね、ほぼ毎日、生放送やってます。もしかしたらね、ミラティブやってる方、ね、見てください。そちらの生放送もね。それとも時間は不定期なんですよ。だいたい9時とか10時とか、そのあたりとかね。で、私のツイッターからもね、アカウントが連携されてるので、もしよろしければね、ツイッターのフォローもね、お願いします。そちらからね、お知らせが届きますから、はい。ということでね、いつものおまじないいきましょう。新しいこと、風音のイベントやって、皆さんもし、いつもより眩しくと、ナスじゃなく、もっと幸せ、眩しく、もっと幸せ、これ、あら、あ、来ました。贈り物が降ってきました。ついてますね。ありがとうございます。じゃあガシャ行きましょう。もうダメ元なんでね、出ても出なくても、もうね、いいかなっていう感じなんですけど。はい、アイドルの紹介、見ましょう。ノワール限定アイドル、今回はファンタスティックナウ、赤木ミリアちゃん来ております。こちらね、もうダンスとかがったのはシンデレラブレス、もうむちゃくちゃな ね能力を持ったセンター効果ですよ。ゲストを含むユニット編成アイドル全員のセンター効果を発揮し、最も高い効果を適用。特にヤトミは現金し12秒前中確率でしばらくの間ユニット編成アイドル全員の得意効果を発動し、最も高い効果を適用。もう得意はこんな感じですね。ちょっとモデルビアで見てみましょう。はい、こんな感じです。ピンクがホップのねミリアちゃんですね。ちょっとホッペッタにもね、星のチークですかね、はい、入れてますね。いいですね。全体的にピンク。おぉ。で、星。アライグマ。レッサーパンダか。レッサーパンダかな。ミリアちゃんといえばレッサーパンダ。って感じですよね。ところどころにね、ミリアちゃんらしさがあるんじゃないでしょうかね。いいですじゃないですか。ポップで可愛いって感じですね。まあ、ということでね、10連いきます。もうダメ元ですよ。ほんま、ここまで来たら。はい、いきました。1、2、3、4、5。さあ、どうなるでしょう、10連。まあ、泣いても笑ってもこれだけですからね。舐めてんのかって思われそうやけどね。まあ、行きましょう。おう、フェスだからね、期待しちゃうけど、青です。お前、いいや。あ、入ってる、入ってる。あ、ラッキー。あ、くるみちゃん。緑ちゃん。これ、新規ならいいんですけどね。いぶき。ガサガサ。元気だ。ガサガサガサ。でも早かったからね、動画が。セイラさんだー。はい、持ってました。
やっぱりね。まあいいや、何も来ないよ。まあいいや。メダルゲットでした。いいかちゃん、何人か。ルミ。そしてブッチッチ。ということでね、まあ、こんなもんでしょうね。ということで本日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録の方お願いいたします。またね、私の過去の動画見たことないよって方、私のチャンネルページ動画リスト一覧から過去の動画見ることもできます。もしよろしければね、そちらご覧ください。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。次回動画でお会いしましょう。サカポンでした。